衆議院の解散前夜、公開討論会に出席したのは静岡3区で立候補を予定している4人です。今の政治のままでは一人一人の暮らしの豊かさは実現できません。中にいた人間だからこそ改革の必要性というものを分かっております。政治は変えられます。これからの未来を変えたいんだ、子どもたちには明るい未来を残したいんだ、そういう強い思いでですね、人生をかけてここに座っております。それを今回の選挙戦でもっと伝えていけたらと思いますので、自民党に端を発した政治不信を払拭するために、政治は政治家のためにあるものではなくて国民のためにあるものだと、そういう原点に戻るために私は全てをかけて頑張っていきたいと。私は富国有徳の品格ある国日本を目指していきたい、そのように考えております。皆さん、最近ますます品格がこの国から失われていると思いませんか。私は誇りと矜持を持って働いている、そういう人たちが安心して暮らせる日本を築いていきたい。掛川市や磐田市などを選挙区とする静岡3区、自民党の裏金問題が尾を引き、今回注目される選挙区の一つです。解散を控えた週末、磐田市の祭りを訪れたのは元防衛副大臣の宮沢博行さんです。かつて自民党に所属していましたが、派閥の裏金問題が発覚した上、自身の女性問題も報じられ半年前に離党、議員を辞職しました。もうちょっと真面目にやってほしい ね、ちょっと期待してたもんね。無所属で出馬する予定ですが、厳しい再スタートとなりそうです。お叱りの言葉もいただきますけれども、でもまあお叱りをいただきながら、まあ、頑張れよって次の二言目があるんで、ありがたいなと思っているところです。お金のかからない選挙を絶対貫いていきたいと思っています。今回の選挙戦をみそぎと位置づけています。空席となった自民党支部長に就任した山本雄三さんです。掛川市議会議員を辞職し、初めて国政選挙に挑みます。おはようございます。解散を迎えた今日は地元掛川市の企業などを挨拶回りです。支援者からは裏金問題などを問いただされる場面もあるといいますが、党の信頼の回復につなげたいと話します。厳しい声が非常に多いので、まあ、それは私は支部長の責任として、まあ、しっかりと受け止めさせていただいて、私心に刻んでですね、活動を続けたいと思っています。一人でも多くの方にお会いしたいという思いで、まあ、今日は解散の日ですけど、変わらず挨拶回りをします。3区の支部長就任から1ヶ月余りですが、逆風の中で選挙戦に入ります。ありがとうございます。立憲民主党の前職、小山信弘さんです。昨日掛川市で開かれた決起大会にはおよそ180人が集まりました。前回は小選挙区で勝ち切った小山さん、6回目の衆院選です。いつもやっぱり衆議院の選挙は解散がありますので、常にやっぱりバタバタの中で手際よくやっていくっていうことが求められていると思ってますので、石破さん、まあ、いろいろ党内事情もあったって聞いてますけども、やっぱり我々も受けて立って、野党常に厳しい選挙ですけど頑張っていきたいと思っております。得意とする農業分野での自身の実績を訴えながら、静岡3区での連勝を狙う考えです。ありがとうございます。唯一の女性候補となる見込みの日本維新の会の鎌下由香子さんです。今日は雨の中ですが、
掛川市内で街頭に立ち支援を呼びかけました。釜下さんは議員経験がなく、初めての選挙が今回の衆院選となります。解散になろうとしています。解散ですけども、気は引き締まるばかり、士気は高まります。支援者もいても、やっぱり現職の先生や他の団体がついている方とはとりわけ少ないと思うんですけども、そこはこういう地道な活動を通して皆さんに知っていただけたらなと思ってます。同じ選挙区では政治経験が豊富な男性候補が多く、国民目線、女性目線を大切に政策を訴える考えです。静岡3区ではこのほか、政治団体代表の杉村義雄さんが立候補する予定です。